の小林です。300馬力ぐらいを目処にどのようなユーザーさんにこうチューニングしていただきたいですか。どのようなアメリカの映画とか出てきそうですか。手に入らないと噂の、はい、あの最新型ですよね。ルーツチャンネルをご覧の皆さん、プロレーシングゲーマーの山田です。佐藤優希です。はい、ということでオートサロン東京オートサロン2020にやってきました。今回ブリッツさんのブースにやってきました。今回ブリッツさんのお車をご紹介いただくのは小林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブリッツの小林です。以前は番組に出ていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。はいはい、今回はたくさんお車展示されているんですけれども、はい、まずこちらの GR86 以前もご紹介いただいたんですけれども、こちらは何か仕様が変わったとお聞きしたんですけれども、はい、前回とエアロパーツとかは一緒なんですけど、ターボキットがつきまして。ターボがついたんですね。はい、実際ちょっとまだセッティングがこれからなので、はい、走れないんですけど、これから走れるようにちょっとしていく予定です。なるほど、はい、ちなみにパワーはどれぐらいを出すご予定なんでしょうか。ちょっと強度的なものも調べながらになるんですけど、まあ、300馬力ぐらいを目処にちょっとセッティングを出していきたいなとは思ってます。はい、そうなんですね。はい、楽しみにしてます。はい、他にもたくさんのお車が展示されているということ で、あちらにあるお車が非常に気になっているんですけれども、はい、あちらのお車をご紹介いただいてもよろしいですか。はい、ということでこちらのレクサスの NX をご紹介いただけるということでよろしくお願いします。はいはい、知ってます。いや、私全く車わからないので今日は勉強させていただきに来ました。はい、もう格好はすごいあれなんですけどね。はい、去年の12月ギリギリになんとか1台間に合わせてもらって、はい、それを年末から年始にかけてサスペンションを交換してタイヤホイールを変えて給排気を変えた仕様になってます。はい、あ、そうなんですね。でも今回これ車庫帳が入ってるってことなんですけれど、どれぐらいローダウンされてるんですか、この仕様で。今ちょっと小モデルなので、50ミリぐらい、はい、車高を下げて展示してるんですけど、はい、まあ、実際はもうちょっと、もうちょっと下がらない仕様で市販化する予定ではあります。うん、そういうことなんですね。でも、はい、やっぱりこれを見てみると車高が下がるだけでまたさらにこのボディラインがシュッて引き締まったかのような形に見えますね。そうですね、元々が結構かっこいいので、はい、まあ、そのバランスを崩さない感じで、うん、はい、チューニングしている感じです。はい、ちなみにこちらの NX はどのようなユーザーさんにこうチューニングしていただきたいですか。どのような、はい、まあ、今SUV がすごい流行ってるので、これなんていうんですか、ね、黒缶みたいに上げる SUV と、うん、街でおしゃれに乗るローダウンの SUV が2種類あるので、うん、まあ、どちらかというとこう街乗りで使っていただくことを想定して、そういう乗り方をする人に向けて商品を提案していきたいなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、そしてこちらにもまた一段と大きい車が。佐藤さん、この車なんだか知ってますか。なんかアメリカの映画とかで出てきそうですね。確かに映画に出てきそうな出てきそうですね。はい、じゃ続いてちょっとこちらの車も、はい、ということで続いてのお車なんですけれども、小林さん、こちらのお車は一体何でしょうか。ランドクルーザーの最新型の300ラングルと言われる、あの最新型ですよね。そうですね、今手に入らないと、手に入らないと噂の、はい、噂が、はい、12月に入っちゃったもんですから。なるほど、それはもう展示するしかないだろうということで、はい、サスペンションを、はい、リフトアップのサスペンションをつけて今、50ミリぐらい車高を上げて、はい、で20インチの大きいタイヤホイールを変えて、はい、あとマフラーの交換をして今回ここに展示してる感じ。はい、佐藤さん、リフトアップって言葉があるんですけど、はい、リフトアップって何だか分かりますか。お肌じゃないですもんね。お肌じゃないんですよ。リフトアップお肌のね。はい、これ横に並んでみてください。佐藤さん、これだいぶ背丈よりも大きいです。これ全高でいうと50ミリアップってことなんです。どれぐらいまで上がってるんですか。ごめんなさい、全高を把握してないんであれなんですけど、車高で純正から50ミリアップで、今ここがドアの下ですから、ちょっと乗り降り大変ですよね。大変ですね。
ちなみに今後その新しく今入ったランドクルーザーってことなんですけれども、今後のパーツの展開としてはどのようなことを。今これあのツインターボのエンジンのガソリンの方 のランドクルーザーなんですけど、はい、まず下級圧を上げてあのもう少し馬力が上がって、うん、早く走れるような仕様にしたいなというふうには思ってます。なるほど、さらに走れる仕様になるということですね。まあ、それ以外にも外装パーツとかいろいろやりたいことはたくさんあるので、うん、まあ、今後に期待していただければと思います。はい、とっても楽しみです。はい、はい、ということでブリッツさんのお車 GR86 レクサスの NX、 そしてランドクルーザーを、紹介をさせていただきました。小林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ブーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。